ここね、訪れた時にね、ベトナムのね、若いお兄ちゃん二人がね、おばちゃんをエスコートしてくれたのね。で、これ注文したんだけど、つけて食べようとしたらね、あ、ちょっと待ってくださいって言われたのね。え、なんかあったんですかって言ったらね、もういっぱいつけちゃうと食べれなくなるっていうのよ。え、食べれなくなる？え、なにその料理は、え、どういうことって言ったら酸っぱいんだって。あ、酸っぱいの、あ、大丈夫ですって言っていっぱいつけようとしたら、いや、危険ですって言うのよ。危険？え、なにその危険って。え？なに？デンジャーってこと？うん。でね、食べてみたのよ。まぁ、ちょこっとだけつけて食べてくださいっていうのね。うん。えげつないほどしょっぱい。酸っぱいじゃなくて、なんか、塩気っていうのかな。なんかカニ味噌とイカの塩辛を合体させたような。これね、おばちゃん、秋田出身だから、しょっちゅうとか好きなのね。なんか発酵したもの大好きなのよ。そういう人にはね、もうたまらなくドストレートにうまい。どっぷりつけては、やっぱりほんと食べれない。すごいよ。きゅうりとか一緒に、つけて食べたりしてた。でもそれを置いても、あと匂いもすごく独特なのね。なんか、イカの塩から30倍とか40倍みたいな。独特な香りすんのよ。ネットで調べるとね、もう半端じゃないらしいんだけど、ここは多分、なんかそこら辺は、なんか日本用に調整してるんじゃないかなと思うのよ。でもね、なんだろう。この臭みがいいね。なんで言ったらいいんだよ。独特なベトナム料理のこの臭みがたまらんわ。ちょっとだけね、パクチー乗ってたのね。で、そのパクチーと辛み食べたらめちゃくちゃうまい。もしかしたらパクチー増し頼んでみたらどうかな、みんな。パクチー好きにしてね、やられちゃうよ。あとね、コーヒーもね、最初飲んだら、うわ、苦と思ったら、あ、これってかき混ぜて、飲むやつなんですよって。下が練乳ですって言ってたんだけど、練乳とガムシロっぽい味わいがするんだよね。で、混ぜても苦味が残ってんのよ。これがまたたまらんのよね。コーヒー好きな人の、この苦味が、なんかもう甘ったるいっていうよりもどっちかって言ったらね、苦味も残って甘さが後からついてくるみたいな感じなのよ。コーヒー好きな人これ大好きだと思う。ね、訪れた時、ちょっとお客さん少なくて、おばちゃんここ好きになっちゃった。だってずっとお姉さんお姉さんって言ってくれんの。なんかね、肌がピリリと若返った気がする。あと、店員のお兄ちゃんも可愛いしさ。このお店ね、でも、本当に美味しいから、みんな行ってあげて。で、これ頼んだ人、本当に危険だから。ほんちょこっとつけて食べるっていう感じじゃないと、しょっぱすぎて、うわーってなるよ。あ、それとね、コメントでね、あと、なんていうのかな、ツイッターとか、あとフェイスブックから、やっぱり、冒頭から喋ってほしいっていう風にね、言われたのよ。トーク入れてほしいって。で、これはね、ちょっと、聞いてほしいことがあるんだけども、なんていうのかな、おばちゃんが喋るじゃない。そうすると、なんていうの、もうちょっとちゃんと紹介してほしいっていう風に、お店からね、ダイレクトに連絡来るときが多いのよ。で、ずーっと悩んでてね、で、一緒に手伝ってくれてるケツーさんとかも話し合って、で、とりあえず、トークをなくしてみようって言うんでね、まあ、いろいろやってみたのよ。したら、お店からそういう連絡は本当になくなったのよ。で、逆にね、ありがとうございました。お店ちゃんと紹介していただいてっていうね、感じ、まあ、撮影させてもらってるからさ、迷惑かけれないじゃない。あと、今コロナ禍でさ、収益、直撃してるでしょ。ちょっとでも足を引っ張るようなことって、もうそういうお店をずいろんなところで見てきてるから、ちょっとおばちゃんはね、ね、もうそれを分かってもらいたいかなっていうのがあるのよ。今ちょっとね、悲惨な状況なお店が多いのよ。だから裁縫してるところでいくつかは、もうちょっとちゃんと紹介してくださいっていうようなところなのよ。ぶっちゃけちゃうとね。あ、申し訳ないですって言って、お店に行って謝りに行ってんのよ。いや、じゃあ今度はちょっとトーク少なめ、視聴者さんとかにもちょっとトークは入れてほしいって言われてましてたので、よろしくお願いしますって。で、お店の人と話し合って、で、一回こういう感じなんですけどっていうのを、店に行ってんのよ、お店に。これガチなのよ。で、今仕事も忙しいし、今そういう時間ないからさ。
うん、あとなるべくお店に迷惑かけれないっていうのをね、ちょっと分かっていただけたらなと。で、後半部分だけトークで何でしてるかっていうと、飛ばそうと思ったら飛ばせるでしょ。要はおばちゃんのキャラとかさ、まあそういうトークとか内容とかよりも、まずお店を紹介してあげたいっていうのがね、今コンセプトにあるっていうのだけはご了承ください。で、ね、トーク入れなくて視聴率ずーっと下がっちゃってるのは分かってる、うん、で大丈夫ですかって心配の声もあるんだけど、だからトーク入れたいんだけども、やっぱりお店には関係ないから、トークあえて入れなくて、まあ視聴率下がっても、もうこれは、まあ、グルメ食べ歩くの好きだから、うん、やりたいの、やりたいからこそね、まあ、こういう形になってしまったっていうのはね、ご了承いただけたらなと思います。みんなごめんね、ちっちゃいです。うん、次回のトキシュークラブ、あのね、狛江市のねカレー屋さん行ったのね。したらなんか不思議なナンがあんのよ。何これと思って、で頼んだのね。今までいろんなインドカレー屋さん行ったことあるんだけど、何これ不思議でめっちゃうまいんだけど、え、これほんとなんじゃらこい。私をものにしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。